皆さんこんにちは、タートルです。下腹ぽっこりがなかなか引っ込まんのって思ってる皆さんは、ほとんどの方がお腹の上からぽっこり出てるか、下だけぽっこり出てるか、またはお腹を突き出した姿勢になってるか、この3つのパターンになります。どれも原因は腹筋と腰のバランスが悪いんですね。お腹が弱くて腰が硬い、ほとんどがそのパターンになります。これを解消するのが腹筋運動のデッドバグなんです。腹筋運動というと、この体勢から起き上がるクランチ、足をついて起き上がるシットアップ、足を上下に動かすレッグレイズ、体をひねるバイシクル、足を開いて起き上がるフロッグクランチ、いろいろな腹筋方法があるんですが、下腹ポッコリに一番いいのは、たった20秒でお腹が引っ込むデッドバグなんですね。スマホ持ったままできます。上向いて寝ます。反り腰を解消するためには、腰と床の隙間をできるだけ埋める必要があります。少しずつ負荷を上げながらやっていきます。できる人は上半身を起こしたままやってください。きつい人は寝たまま動いてください。まずは手を上に上げます。足小の字、右足だけを伸ばして20秒キープです。いきましょう、スタート。足伸ばすと腰が浮きやすいので、これを埋めるっていうイメージです。ちょっとおへそを引っ込める感じ、息は長く吐きます。はい、 OK。 次は反対足です。スタート。曲げてる足はこんな感じじゃなくて、ちゃんと綺麗にね、90度を作ってください。足の隙間を埋めましょう。OK。 今度は右手を上げましょう。できる人はね、体を起こしてやっていきましょう。できない人は寝て。いきます、スタート。ちょっと楽だよっていう人はね、体を起こしたまま全部のメニューをしましょう。OK。 今度は反対です。いきましょう、スタート。できるだけ体を起こしてください。辛い人は寝たままでも OK。 腰の隙間を埋めましょう。はい、 OK。 ちょっと一回お腹を揉みながら休みましょう。今度は右足を伸ばしたら左手は上、できれば体を起こして、スタート。だんだんきつくなってきます、頑張って。うおー、効いてきた。はい、 OK。さあ、反対です。左足を伸ばして右手万歳、いきましょう、スタート。息がよく吐いて、うわー、 OK。20秒ほどお腹揉みましょう。スタート。ちょっと腰が痛くなった人はね、腰丸めたりして、お腹疲れた人は疲労を飛ばして、首が疲れた人はね、首をちょっと揉んだりしましょう。はい、 OK。 今度は両足を伸ばしてキープです。辛い人は寝て、できる人起きて、いきましょう、スタート。息長く吐いて、
できた。今度は手です。起き上がったら手は万歳。頑張っていきましょう。いきます。スタート。スライスは手の位置でね、調整して頑張る人は頭の方。うわー、 OK。 うわー、効いてきた。今度は肩の下に肘をつきます。スマホ見ながらでいいです。この時に腰が浮いてると思います。この腰をペタッと床につけます。床につくと腹筋が使えてます。この状態で片足伸ばしてゆっくり動かしていきましょう。スタート。腰をペタッとつけてください。これでゆっくり足を動かして肩側腹筋使いましょう。はい、OK。 今度は反対です。もう一度腰をピタッと床につけて動きましょう。スタート。これで腰がねちゃんと床ついてるので下腹しっかり使えてます。OK。 今度は膝抱えてスマホ持ったままでいいです。このまま体を揺らしてみましょう。スタート。これができないよっていう人は間違いなく反り腰なんですね。腰がちゃんと丸くできれば反った腰と突き出た腰ちょうど真ん中に体勢を持ってきます。で今度揺れたら足伸ばす。できるだけキープ。疲れたら戻る。繰り返してみましょう。あと。はい、オッケー。